はい、皆様こんにちは。今日はね、ポタンデラ薬師院さんにね、スイレンが咲いてないから、まあ今日はまだ早そうなんでね、ちょっと見に行きますね。駐車場はまあ一応開放されてますね。はい、では行きましょう。はい、薬師院さんに着きましたね。あ、スイレン咲いてますね。亀さんもコラボしてる。あー、綺麗な、うん、ピンク色ですね。2つぐらいちょっと入れようか。で、向こうの方もね、もっと拡大したらどうなる。あんまり拡大しすぎてもね、綺麗に映れんから。うん、はい、ちょっと歩いてみましょうかね。綺麗な、ここは白は避けへんのかな。目がね、甲羅干ししとるからね。家から撮ったらどれだ、ここに入るかな。よし、はい、まあそんな感じですね。まあこじんまりしたらいい気ですけど、で向こうはね、勝負が咲くはずなんやけど、勝負はまだ芽が出てないの。抜いたか、今年は何から。はい、薬師院さんこんにちは。ボタンがね、綺麗かったよね。まあさすがにもうボタンは終わってしまいましたけどね。消毒が全然出てないな。ね、他に咲いてるもんあるよね。もうボタンも終わってました。はい、あ、そうか、不動明王さんあるのかな。不動明王と書いてあるね。はい、そんな感じですね。まあ、そういう感じで、まあ一つ一つみたいなね、いろいろな、あのでかい赤ガエルみたいな、こんなの弁財天さん、やっぱりね、弁財天さん祭るところは意見がないとダメですよね。どっかみたいな意見がないためにも火事になってもらうみたいな。はい、弁財天堂やね。こんにちは、弁財天さん、よろしくお願いします。小さづけ地蔵かな、これ。さづけとさ、さづけ地蔵か。なんか難しいな。望むものが授かるように。うん、はい、このお寺の説明書きは一応興味のある人は覗いてくださいね。高野山真言宗ですね。はい、ということでした。で、本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。白の水田こっちだったね。